任期満了に伴う鹿児島市長選挙は明後日告示され、今月24日に投開票されます。市長選にはこれまでに現職と新人の2人が立候補を表明しています。現職で2期目を目指す。下鶴隆雄さん44歳。元県議会議員で。 現職が引退した前回2020年の市長選では新人4人による戦いに勝ち初当選を果たしました子育て世代や若者をはじめすべての方々が住みたい訪れたいと感じる選ばれる街鹿児島市の実現へ向け全力で邁進してまいります。デジタル化のの推進や待機児童ゼロの実現など 1>, 1期目の実績をアピールしながら、急速に進む人口減少時代を乗り越えるために、デジタルを軸に仕組みを変えたいと訴えます。下鶴さんは、より幅広い人から支援をもらうことが望ましいとして、どの政党にも推薦願いを出しておらず、草の根の選挙で支持を訴えていく考えです。 新人で元市議会議員の桂田美智子さん71歳市民の姿勢を作る会が擁立しました共産党鹿児島地区委員会の副委員長を務め共産党の推薦を受けています市長選は4回目の挑戦です市民の力で私たちの力で民主的な市長を選べるそんな選挙でございます市民の 命と暮らしを守る暴露派手の役割を大いに果たしていきたいと現在の姿勢を国や県の言いなりだと批判政治資金パーティーを開催しないことや市長に就任したら退職金を受け取らないなどと訴えています演説などで鹿児島市内を広く回って多くの人と対話を重ね浸透を図りたい考えです 人口の減少や高齢化が進み、さまざまな課題が山積する鹿児島市。新たなスタジアムの整備など再開発の行方も注目される中、市民は次のリーダーを誰に託すのか。市長選の告示は明後日日曜日です。